皆さんこんばんは、ベニバナブタオです。人間が最もストレスを感じる時ってどんな時かと言われたら、それは他人に本来自分が考えているのと別のことを考えていると思われて、要するに性格や人間性を誤解されてしまうっていう時に人間は強いストレスを感じるそうです。で、豚がね結構誤解されがちなパターンなんですけど、豚って結構おしゃべりじゃないですか。で、割とね表情もねよくくるくる動くし、基本的ににこやかなことが多くって、あと口元もね自然にしてたら口角が上がるっていう感じで、見た目結構穏やかというか、まあ、楽しい人みたいなイメージで捉えられることが多いんですよ。まあ事実はどうあれ、とりあえず人からはそう思われると。ただね、豚めちゃくちゃ疲れやすいっていう特徴があって、遊んでても最初の方はめっちゃはしゃいでるけど、疲れて最後の方無口になるとか、まあ表情が死んでくるんですね、疲れて。飲み会とかでもね、ラスト1時間とかずっと黙ったままみたいな。で、それがなんか最初の方はあんなににこやかだった楽しい楽しいベニバナブタオさんが黙りこくってるから、なんか怒ってるのかなって誤解されることめちゃくちゃ多いんですけども、断じて言います、怒ってるわけではない、疲れてるんです。これね、豚がねライブ配信をあんまりやらない理由でもあるんですけれども、長時間やってると疲れてきて無口になってくるんですね。一回インスクリプションのライブ配信で10時間ぐらいやったことあるんですけれども、あれは頑張ったね。無口にならないように気をつけて常に喋り続けたけど、基本的には黙りたい。じゃあ疲れてる時はもう何も喋りたくないんだから。あれ、これキャラクターによってレベルが違うのか。おお、なるほどね。で、まあ誤解されがちな豚に似合ってるのはやっぱりこのウォッチャーちゃんですね。ほら、眉間にしわ寄せて一見怒ってるように見えるけれども、実は頭の中では何も考えてないっていうのがウォッチーよ。激怒してるように見えてもさ、呪いを獲得してゴール250獲得か。スタートダッシュとしてはイエスだよね。呪い獲得したところで、それってさ10分の1でしょ引くの。カードを1枚選び獲得、ランダムなポーションを3個獲得。一気にポーションが3つになるのもイレスですが、正直ポーションよりも呪い獲得してもゴールド250の方がいいよね。後悔か。このお店に速攻行ったらいきなりカード除去サービスで取り除くことができるので、200ゴールドを丸々総取りみたいな感じになりますよね。で、このウォッチャーちゃんなんですけれども、戦闘中に怒ったり平静になったり、こう情緒を移動させることによってパワーを得ていくキャラクターですね。この奇跡はいつでも使えてエナジーを得ることができるっていうカードですが、まあまあまあ最初のターンは使わずにこのまま終わらせましょう。正直ウォッチャーちゃんって攻撃するときに怒ってないとほとんど役に立たないぐらいのパワーバランスなので、敵の攻撃を2倍食らってしまうかもしれないという結構怖いところではあるんですよね。噴火9ダメージを与えて憤怒のスタンスに入るよっ。で、これで怒ってるから攻撃がダメージが2倍になってるんですけども、警戒をするとですね平静のスタンスに入るのでダメージが元に戻ると。で、1回怒って1回こう平静に戻るっていうことでプラスマイナス0になって敵の攻撃を完全に防ぐっていうことができるわけなんですけれども、ほらご覧のように平静になってる時ってさマジで攻撃力がしょぼいんですよね。アイアンクラッドみたいに敵をバチバチ攻撃できる強いカードが手に入るわけでもないし、ポンコツロボットみたいにオーブでなんとかできるわけでもないし、ちなみにですね、これ一回平静になってる状態でもう一回噴火をするとエナジーが1増えます。で、この状態で12ポイントダメージ与えて、で警戒で元に戻る。そう、これこれこれ、この情緒不安定戦法、これでなんとかなりますかね。噴火をすると、そう、噴火と平静を繰り返して勝利をつかみ取りたいのよ。保留、平静のスタンスに入る、廃棄。この保留っていう文字が入ってるとターン終わっても捨て札に捨てられなくなるんですよね。保留4回ダメージを2回与える、停止3ブロックを得る、憤怒ならば追加で9ブロックを得る。これがね、ゼロエナジーっていうのがちょっと気に入りましたので取り入れていこうかな。
で、まずはカード除去サービスで絶対やらなくちゃいけないのがこの後悔を捨てることなんですけど、空飛ぶ靴と王者の枕、休憩時に追加で HP を15回復する、いいっすだね。さなぎ、ランダムなスキルを3枚山札に加え、この戦闘中それらのコストはゼロ。これイエスだよな。飛び越えはまだこの段階で買うべきカードじゃないのよ。ちょっとつ盲信、フンヌのスタンスに入るたびカードを2枚引く。あー、これいいですね。あの、今回情緒不安定で行くって決めたんだから、フンドのフン怒りまくると思うんですよね。怒るたびにカード引けるんだったらこれ結構イエスでは。まあ、とりあえず後悔を捨てて、まだお金がいっぱいある。王者の枕が結構イエスなんだよな。休憩時に追加で HP15 回復するか。これって眠らなかったも15回復するのかな。やっぱり眠らないと回復はないよね。だからあくまで回復力が上がるだけか。ちょっとつ申しまパワーだけど、これ序盤でパワーを手に入れるとね、そのパワーの効果を発揮する頃にはもう用なしになってるみたいな。豚の言いたいこと分かりますかね。後半の長期戦であればいいんだけど、まあでも特売だし買っておくか。とりあえずテンプ、山札にあるカードの枚数に等しいダメージを与える。これいいな。一番最初に戦闘が始まった時絶対出てくるから、要するに12枚から5を引いて初っ端にかなり強い攻撃を与えることができるんですけど、まあでも94はちょっと高いのでこれは無視かな。うん、アイテムも買うほどのものではない。で、こうハテナの道を突き進んで、で、この燃え盛っているエリート君を倒して、あー、お店はないかも。お店がないのであればせめてこのエリートを踏んでいきたいね。何かレリックを手に入れていきたい。あ、ランウィットだ。ランウィットはいいんだよね、これ。お金を払うとね。あ、ポーションがない。ゴールドを渡すとレリックを受け取る。ちょっとつ盲信を失ってレリックを受け取る。これどっちか。え、でも正直144ゴールドって結構大金だから、ちょっとつ盲信の方がいいよね。これ20ゴールドで買ったやつだしね。私の研究室でさらによく調べてみよう。これはグレムリンの壺へ、敵を倒すとエナジーを得てカードを1枚引く。うわ、めっちゃ当たりの、めっちゃ当たりのレリック引いた。敵にとどめさせたらエナジー1もらえるってめちゃくちゃイエスじゃない。あ、お店じゃない。やったやったやった。これは安らぎは持っとくべきだな。怒ってもいつでも元に戻れるんでしょ。あとは瓶詰めの雷、獲得時スキルを1枚選択する。選択したカードを戦闘開始手札に加える。ほう、いや、でも戦闘開始時手札に加えたいスキルなんてないな。ザ・ブーツ、自分がアタックで与えるブロックされなかった4以下のダメージを5ダメージに増加する。これはそんなにイエスじゃない。医療キットも高いから買うほどでもない。やっぱ特売だから安らぎだけ買っとくか。5ダメージをランダムな敵に5回与える。エナジー3か、高。関節破壊、8ダメージを与えて直前にプレイしたカードがスキルの場合弱体位置を与える。条件が厳しすぎるんだよな。わざわざ買うほどのもんでもないし、まあそれを言ったら安らぎもわざわざ買うほどのもんではないよな。保留、平成のスタンスに入るってあるけど、別にこっからカード増やす意味あんまないと思うんですよね。わざわざ安らぎを入れなくても、こんだけ枚数が少なかったら噴火と警戒がぐるぐるくるから。あー、でも噴火と警戒が同時に来なかった時にちょっと面倒かも。入れとくか。で、カード除去サービスで防御1個減らす。 OK、 これで合ってるはず。防御も攻撃もさ、そんな大して強くないんだから、なるべく機会があれば減らしておく方がいい。よしよしよし。アイスクリーム使用しなかったエナジーが蓄積されていく。これはサファイアの鍵かな。いや、でもこのウォッチャーちゃんってめちゃくちゃエナジー余るんだよな。後半使用しなかったエナジーが蓄積されていくってめちゃくちゃウォッチャーちゃんにやってるのでは。青いレリックは後で手に入るかもしれないし、
で、これはね、右に行くか左に行くか迷うよね。焚き火にしたらアップグレードすることができて、アップグレードしたら噴火を1にすることができるんですよね。あ、そうか、思い出すもあるんだ。なるほど。いや、これは右だな。火事にして、これ噴火をアップグレードしたらエナジーコストが1になるから、かなり使いやすくなる。っていうか2の状態が高すぎるので1にしないと使い物にならない。1対1の状態だとこのグレムリンの角笛は意味ないんだよな。とりあえず警戒して平成8ブロック得るか。で、あとはどうしようかな。停止も使って殴ってターンエンド。このターンはダメージ食らわない。平成って今まであんまり使ってこなかったけど結構イエスですよね。平成の状態でいいかったらエナジー1つプラスされるんですよ。ほら、ドーン、怒ってる、ドーン。で、さらにエナジー1つプラスされるので5ブロックも使えるから、敵が攻撃力2倍だったとしても豚はほとんど傷つかない。 OK。で、ストライクもさ2倍になってるから12ポイントダメージなので、もうこれ楽勝で倒せますね。やっぱ強いな。情緒不安定、戦闘不能時最大 HP の 30% で復活、大当たりだ。停止2枚入れるのはちょっとやりすぎかな。4ダメージ与える、スタンス変更時捨て札から手札にも、あ、これいいね、これいい。スタンス変更しまくる予定なんだから今回は。で、こいつがやる気満々グローブで、やる気満々なんだね。ちょっと待って、これは噴火を使って怒り状態になって、今2倍でしょ、連打を使った攻撃力が2倍になっている。で、ストライクでダメージを与えて、もう1回ストライクでダメージを与えたら倒せんだな。じゃあ倒すか、1匹シンプルに。で、1枚引けました。え、これなんで1枚引けたんだっけ、これ。で、奇跡を使うと、スタンス変更するから、まためった殴りが来るんでしょ。いや、でもこれはこのままでいいか。一回このままターン終了して、アイスクリームがあるから、余った1エナジー、次のターンに持ち越すことができる。これ、もしかしてめちゃくちゃ強いのでは、この戦法。で、2倍になってるからやばいので絶対に平成になりたい。だからここは安らぎを使う、保留、平成のスタンスに入るってやつね。で、あとは1個2個防御しまくって、あと安らぎを使って OKOKOK。 連打が来た、スタンスを変更したから連打が来たね。連打を使ってぶん殴って、あとはもう1ブロック得ようかな。結構難しいところですが得ましょう。 OK。これで大してダメージ食らわない。で、特筆すべきはこの長男次男、シとラミエル三兄弟は一旦ごとにこうめまいを与えてくるから攻撃しなくなるので、存分にいかれるということ。いかれるのであれば敵を殴り放題よ。うわ、ちょっと待った、なんで今エナジー3になったんだ。まあいいや、アイスクリームがあるから無駄にはならない。で、怒ってるけど、これ9ブロック得て警戒をして怒り状態を戻せばもう20ブロックですから一切食らわないですね。で、さらにエナジー3溜まってるけど、アイスクリームのおかげで次のターンに持ち越すことができる。連打来た、連打弱いな。攻撃力5あったところでだからどうしたという感じ。すげえ、アイスクリームのおかげでエナジーがこうもう8なんだけど、やばくない？俺噴火使ってさ、でめちゃくちゃ怒りに任せて殴ったらもう勝てるじゃない。やっぱめっちゃ強い、めっちゃ強い、めっちゃ強い。勝てる勝てる、クリアできるこれ。あ、良さそうなやつ来た。涅槃戦術を行うたび3ブロック得る。あ、でもパワーか、いらねえな。ボーリングバッシュ、戦闘中の敵1体につき7ダメージ与える。これ要するに敵が3体いたら21ポイントダメージ与えるってことでしょ。めっちゃ強いね。ボーリング場所いただき、ハテナと焚き火を使ってこういったら焚き火が3回使えるのか。
焚き火3回の方がいいよね。ビルドアップしたいカードが結構あるからさ、この連打とかも多分何回も使うからビルドアップしていきたいよね。ので焚き火ダダこすりコースでいこう。エリート1個見逃しても、サファイアの鍵かダークストーンの5分、呪いを獲得するとき最大 HP プラス6。いやこれはサファイアの鍵だ、呪いなんて取らないんだからさ。でハテナに行ってイエスなイベントを体験する。ルーレットね、これ2分の1の確率で豚がいい気分になり、そして逆に2分の1の確率で豚が嫌な気分になる。これ絶対呪いだよね。くっそ、はい、ターン終了時2ダメージを受ける。そこそこ邪魔だな。どっかしらでそぎ落としておきたい。でここで思い出すを使って赤も手入れて、これ3色手に入ったね。で右の道に行ったら焚き火をもう一回体験することができるから、エリートは無視して雑魚をいじめる。よし来た来た、噴火、噴火があるのイエスだよな。ドーン、オッケー。で攻撃力が2倍になっている。でこれでストライクを使うともう1匹倒すことができるでしょ。でもう1枚引く、なんでこれ1枚引けるんだっけ、何の効果だ1枚引けるの。あっ敵を倒すとカード1枚引くだ、そうそうそう。でもう死にかけじゃない。でこれでターン終了すると次のターンエナジーが持ち越されるからエナジー4になる。めっちゃ強いなここまで。レリックバジュラはまあちょっと微妙ですけれども、筋力1だからまあまあまあいいよね。アイスクリームとグレムリンの角笛が強すぎる。なんでアイスクリームなんだこれ。戦いの参加、ターン開始スマイトを1枚手札に加える。ほう、これ毎回だとしたらめちゃくちゃ強いよね。怒ってる状態で使いまくればいいから。学習、ターン終了時洞察を1枚手札に加える。カード2枚引いて廃棄。あーこれ学習かどうか難しいとこだな。結構難しいかも。でも今回情緒不安定デッキだからスマイトの方がいいのかな。保留で怒ってる時に殴ればいいからスマイトだよね。で焚き火を使って当然アップグレードさせるんですが、警戒アップグレードさせると12ブロックになるだけ。戦いの参加はテンプになる。テンプか、絶対最初に来るようになるんだね。連打は6になるだけか。4が6になったところでな。安らぎは0にすることができるか、これ結構イエスですね。あでも1回しか使えないのかこれ。戦いの参加かな、テンプにしよう。多分戦いの参加には最後までお世話になると思う。でパワーのカードって豚なんかスレイザースパイアを何回かやって学んできたことがあるけど、デッキの中にパワーのカードって複数入れない方がいい。1枚あれ十分だ。よしまずボーリングバッシュで16ポイントダメージ。よしよし、敵を倒したからエナジー1ゲット、腐敗をゲット。腐敗ゲットしたくなかったな。これは戦いの参加とストライクと防御とストライクで奇跡を使って、これ腐敗以外の全部のカードを使おう。まず戦いの参加を使って毎ターンスマイトを得る。であとは2発殴って防御でターン終了。ちょっとダメージは食らっちゃうけど全然余裕で倒せるペース。スマイト来たね、毎ターンスマイトが来る。しかも噴火が来てるから、噴火でしょ、こっから2倍ダメージを連打で、これも2倍ダメージ。スマイトなんて26ダメージなんだから、やっぱり噴火とスマイトのコンボめちゃくちゃ強いって。網上げ4ダメージを与えて戦術を行うたび捨て札から手札に戻す。戦術特化デッキだと強いんだな。祈り、マントラ3を得る。洞察を1枚山札に加える。ほう、え、これいいじゃない。マントラ3得るし洞察も引けるし悪いとこなくない。鞭打つ帯、8ダメージを与えて直前にプレイしたカードがアタックの場合脱力1を与える。脱力つけるのも強いけど、正直言うとこの3つだったらマントラ3を得るやつかな。これ多分アップグレードしたらどうなるんだ、マントラ4になるでしょ。じゃあいや結局3回か、
マントラが10溜まったらえらいこっちゃになるんだよね。洞察が引けるのもいいしな。入れるか。あんまりデッキ増やしたくないんだけど、でもマントラは魅力的だ。入れよう。でこのままボスに突っ込んでも全然問題ないと思うので、火事をして、これを祈りをプラスにする。これで悟りを開いたり怒ったり平成になったりと、超情緒が忙しいやつになってるけど全然簡単に勝つことができる。こいつもモードシフトをしてくるガーディアンだから、豚もモードシフトをするガーディアンみたいなものなので、似た者同士だね豚たち。とりあえず安らぎを使って平成のスタンスに入るか。このターンは何もせずにエナジー2を次のターンに持ち越した方がいいような気もするので、ターン終了。アイスクリームがあるからこういう使い方もできる。で敵が防御で攻撃32でえらいこっちゃになってるけれども、このターンでイカれたらよかったんだが、イカることができない。これちょっとイエスじゃないな。じゃあ安らぎを使うか。安らぎを使って防御を得るか。おい。で連打を使ってこいつの防御をなんとか剥がしたい。スマイト、ストライク、あとは防御を使ってターンエンド。これ16ポイントダメージは食らっちゃうけど、次のターン来るね。怒りが来た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 。で敵はデバフを持っているので、このターンは怒っても問題なしなので、スマイトを使ってぶん殴る。お、硬くなっちゃった。硬くならないで。マントラは今のターンに使っといた方がいいか。でこっから悟りが溜まっていくから、次のターンで悟りを開くことになるわけね。で悟りを開いた、悟り開いたでまたあの大暴れのカードが来るからイエスだと思う。よし、 OKOKOK。 これでターン終了してエナジー1を次のターンに持ち越すか。このエナジーを次のターンに持ち越すアイクスクリームめちゃくちゃ便利だな。トゲトゲがついてるからちょっと鬱陶しいが、ここで殴りまくるとまた攻撃モードに入るのは全然問題なし。停止を使って超ブロックを得て、あとはスマイトを使って大ダメージを与える。あ、スマイト次のターンに置いといた方が良かったか。でストライクを使って、さらにストライクを使って、で最終的に安らぎを得ると平成のスタンスに入るから敵の攻撃が半分になるね。 OKOKOK。 これでターン終了。9ポイントだったらさ、まあ差し引き6ポイントかダメージ食らっても全然問題なし。何この歌、戦いの参加、ターン開始時にスマイトを1札手札に加える。あ、そうか、マントラ10の時神聖スタンスに入る。今マントラ何なんだ。あ、そうか、もう2回祈り使わなくちゃいけないのか。もしかして結構難しいかこれ、3回も使うって。このまま殴ってたらモードチェンジするよね。ただで平成な状態の時に怒ったらエナジーがボーナスつくから結構行動できるんだ。スマイト使って、であとはストライクを使って、めちゃくちゃ減ってるね。洞察を使って一気に2枚引いて連打が来て、連打も使って、でここで警戒をすると8ブロックを得るから結構ガードできる。ストライク使うか。いや、ストライクまで使わなくてもいい。連打が来た、連打が来たのでこれも使う。であとは8に16に対して5だから結構死にかけになるな。残り HP65 も残ってるのにこっち死にかけきついかも。マントラ1個使っとこう。ターン終了。あと1回祈り使わないと悟り状態に入らない。ちょっと足りんな、防御ばっかり来てる。祈りが来た、祈りが来たからマントラを3つ得て、待て待て、5死20でしょ。マントラ得たとこれ死ぬじゃないこれ。でも得る。
これでマントラ状態に入ったから攻撃が3倍になって39ポイントのダメージを与えることができるエナジーもガバガバに手に入ってるので、待って、1、2、3、4、5、6、うん、全部使ってもまだいける。見て、敵の HP もう死にかけ、虫の息を。でこれで全部使うことによって敵の攻撃完全にガードできるね。おわー、マントラ役に立ってんじゃん。ここから勝ち切れたら勝ちなんですけれども、連打を使って、あー、モードシフトした、くそ、トゲは生えてないからまだいけるね。スマイトでこれ次のターンに持ち越した方がいいか。全部合わせて7ポイントはダメージ与えることができるから、やっぱり殴る、まだいける、よしよし、もうちょっと、もうちょっと、あと6。シャープハイドついてるけどトゲ1個までだったら耐えるので、スマイトの攻撃で一気に倒せるね。ギリ HP3 残り、怖っ。戦いの参加は役に立ってる、めちゃくちゃスマイトがめっちゃすごい。新人ターン開始時マントラ2を得る。走り書き、手札がいっぱいになるまでカードを引く。アップグレードすると0になるんだよな。これはマントラ3を得る。これ欲しいな新人。これがあればマントラたまり放題だよね。ただこれを得ると戦いの参加と被っちゃうんだよな。パワーが新人かも強いんだよね。エセリアル、ターン開始時エナジーを得る。このターン、この効果は毎ターン1増加するだからエナジーがめちゃくちゃ余ってくるんだよね後半。新人化のおかげでアップグレードすると、あ、エセリアルがなくなるか。だから一回新人化使えばもうあとはさ、どれだけエナジーがあろうとウハウハなんですけれども、ちょっとエナジーさんが高すぎるのでここは新人にしてマントラぐるぐる回そうかな。でも情緒不安定デッキでいったからな。いや、微妙だな。走り書きが一番汎用性あるんだよね。手札がいっぱいになるまでカードを引く。エナジーって次のターン持ち越すことができるから、新人化を1回使ったらもうエナジーが無限になるみたいな感じだよね。だからアイスクリームとめちゃくちゃ相性がいいと思うんですよね新人化。でもエナジー3も使うんだよな。だったら新人の方が良くない？新人化と新人どっち？まあ新人かな。いや新人化か、いやでもエナジーさんは高いって。新人にしよう。で融合ハーマー、ターン開始時エナジー1を得るが休憩場所で火事ができない。ルーニックピラミッド、ターン終了時手札を捨てられなくなる。捨てなくなるだけど、これ要するに全部保留になるんですけど、それもちょっと考え物なんですよ。手札がいっぱいになっちゃうから、あの後半状態異常とかついた時も捨てられなくなるからな。ターン開始時エナジーを得て報酬のカード選択画面で選択できるカードが2枚減る。これ1枚しか得られなくなるってことだよね。それもちょっとイエスじゃない。でもルーニックピラミッドいらんからこの2択になるんだよな。家事ができなくなるか、もしくは選択できる数が減るか、どっちだ。家事ができなくなるのは困るな。焚き火が HP 回復するだけのゾーンになる。それでいいのか。それでもなんか選択肢がなくなるよりいいから、こっちの方がいいか。家事ができない、家事を諦めよう。でこれでますますエナジーお化けになっていくわけだね。エナジー余ればさ、次のターンに持ち越すアイスクリーム持ってるんだから、HP がめちゃくちゃ、じゃあお金がめちゃくちゃあるので、こう通っていきなりお店に行こうかな。お店に行ってこのずっと邪魔してる腐敗のカードをカード熟サービスで消したい。で祈りと戦いの参加が邪魔だな。まあでもとりあえずターン開始スマイトを手札に加える、これは結構イエスなので使って、でボーリングバッシュで大ダメージ与えることもできるね。
あとはストライクを使って防御するか、防御するか祈りを使って防御するか難しいところですけど、これは祈り使って防御でいいかな。防御は絶対したい。敵合計20ポイントもダメージ与えてくるもん。防御してターン終了。合計だから15ポイントも食らっちゃう。お金も取られちゃう。踏んだり蹴ったり、アブハチ取らず泣きっ面に蜂。ただスマイトが来てるしね。あーもう怒るカードが全然来ないな。カード枚数が増えすぎた。新人使ってターン開始時マントラ2を L を使うか。そんなに長くならんじゃろう。洞察使って、あーダメだ、来ない。怒りのカードが全然来ない。これじゃまるで意味がない。前のやつせめて1匹だけでも倒したいんだけど難しいっすよね。じゃあ平成ってで、これでターン終了しよっかな。あ、停止も使えるか。スマイトも保留されるから怒った時に取っておきゃいいんだよ。一回怒ればさ、一回怒れば奇跡が起きるから、一回怒ってしまいさえすれば。来た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 、来ない。は？来ないの？お前ちょっと、お前全然来ないじゃない。しかも敵ガードに入ろうとしてるじゃない。これちょっとイエスじゃないよ。こんなの全然イエスじゃないよ。怒る機会が少なすぎる。ちょっと牙が抜けてやばくなっちゃったんじゃないの。残り HP4 だから連打で倒すことができる。これでようやく1匹倒しましたね。噴火が来ました。よしよしよし、敵を1匹倒すと来るんだったね。でエナジーも増えるからやりたい放題。まだあるぞ、まだまだあるけど、もうできないのでターン終了。防御11したところでさ、イケってる豚の前ではスマイト一発でおしまいだっちゅうの。さようなら。強い。そう、怒りのカードがすぐ来たら強いんだよ。紅葉保留、憤怒のスタンスに入る。廃棄か。あーでも怒れるの強いね。これも入れておくか。一回怒ってしまいさえすればいいんだからさ。怒って平成に戻って、怒って結局人生ってそれの繰り返しなのよ。半額になるアイテムはないな。あ、これ好き。エリートが戦闘力で敵の HP が 25% 以下になると、あ、25% 減るってやつだね。好きなんだけど、どっちかというと区内の方がいいかな。1ターンの間に3枚アタックをプレスだと敏捷性 1L か。そういえば防御あんまり考えてなかったな、このデッキ。敏捷性か。たくさん流れば能力が上がるか。カード熟したら区内が買えなくなるんだよね。でも多分昆虫標本の方がエリートとたくさん戦う身としては重要だと思うので、こっち勝って無の肩拳9ダメージを与えてスタンスを解除する。これいいかもな。怒ってる時に怒ってるスタンスを解除することができるし、平成状態の時でもスタンスを解除したらエナジーがプラスになるからよくない。無の肩拳特売だし買っとくか。そんなに毎回怒ってもスタンスを解除できるわけではないから、いやでも余計なカード入れるか。これ別にプラスもついてないしな。いっかいっか、いらん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 。こんなにお金使うのやめとこう。まだお金に余裕がもうないので、で昆虫標本を手に入れてエリート嫌いになってるから、エリート借りに行こうかな。どうせここ焚き火に泊まってもアップグレードできないからね。20枚のカードからデッキを加えるカードを1枚選ぶか、もしくは HP を24回復か。 HP24 回復したらここで回復をわざわざしなくていいからエリートに挑むことができるね。エリートに挑んでできるから、ハテナの体験枚数が増えるので、ここはデッキに加えるカードを1枚選択より HP24 回復の方が良さそうに思えるが、この情緒不安定デッキにシナジーが効くカードだったら取っておきたいっていうのもある。いやいや、 HP24 回復でいいや。 OKOK で、これで HP がかなり余裕があるので堂々とエリートに挑むことができる。ほう、
最大 HP プラス5、18失う。まあまあまあ、18ぐらいだったら全然 OK。せっかく開けた HP がなくなっちゃったけどね。あ、これめっちゃ嫌なやつじゃん、ヤドカリパラサイト。雑魚的かこいつっていうぐらい強いんだよな。爆発ポーションはあんまり相性良くないか。とりあえず悟り待ちにするか。新人使って、マントラ巻いたら2集めていく。さらに防御も使って、連打も使って使う意味がないけど、ターンエンド。エナジーが1余ってるけど全然問題なし。なぜならアイスクリームを持っているから。これで5よ。スマイトも来るし。で、怒りのカードが残念ながら来ないので、まあ、このターン、ヤッキーになって敵を殴りかかることないかな。マントラだけ貯めて、あとは適当に殴って、1エナジーだけ貯めてターン終了でいいかな。で、これで次のターンも、エナジーが5になる。よし、来たな、噴火。一回これが来てしまいさえすればさ、もうあとは殴り放題よ、スマイト使って。ほら。怒ってるよ。怒った状態で何とする？君をボコボコのタクナブルにする。連打だって使えるんだから。連打使って、で、あとは警戒を使って、怒りを鎮めるとまた連打が手札に来るから、その連打でとどめの一撃を刺す。OKOK、イエスじゃない、イエスじゃない。感触3ダメージを4回与える。フンドのスタントに入る。あ、感触は使えば使うほど増えていくんだ。これフンドのスタンスに入ったと12ポイント12回攻撃するのかな。え、でもよくないこれ。まあ一回その怒った後で元に戻れなかったら悲惨ですけど、どうしようかなこれ。こっちで HP 回復せずとも、どうせここで回復できるからね。とりあえずエリート潰しですね。最初からエリート弱ってるから。ああ、1匹か。複数いるやつの方が良かったな。まず戦いの参加を使って、いきなり12ポイントダメージ当ててくるのか。じゃあこのターン怒らん方がいいか。怒らん方がいいような気がするな。だって24ポイントダメージになるんだよ。それはちょっと何が何でも、なんぼなんでもきつすぎる。のでこのターンは噴火を使わずにターンエンドで7ポイントだけ甘く受けておこう。まあそれでもね、あ、負傷入った。それでも次のターンから敵の攻撃さらに上がるのか。感触して警戒したら怒って元に戻るからありか。エナジー5もあるしな。とりあえず感触使って、はい、怒りました。怒って連打も使うことができる。で、さらにスマイトも使っても、まだ手札にもエナジーにも余裕があるから、ここでストライク警戒と使っていくと、ストライク警戒でいいか、それとも警戒と防御で13ブロックにするか。 12×3、 え、ちょっとこんなに攻撃力高かったっけ、やば。じゃあ怒ってる場合じゃねえな。あ、大丈夫大丈夫、 6×3 だから18ダメージでしょ。だから連打きた。連打で殴っといて、であと防御をして5ブロック得て、正直祈りを使うほどではないな。使っとくか。でもマントラを得て洞察も得ていく。多分マントラが溜まる前に勝つんだよねこれ。スマイトきた。さあ怒りのカードが来るか。来ない、来ないのであれば21か、やばいな。防御とても倒せる圏内ではないので、これでターンエンド。21だから結構ギリギリだよな。大丈夫か、勝てるか。スマイトがもう一個来るけど、怒るカードが来ればまだ。感触きた。一回高揚して、で連打が来る。連打は必ず来てくれる。で停止でかなり防御を高めて、洞察でカードを引いて、もう勝ちですね。感触が強すぎる。ただ使えば使うほど感触が増えていくから、あんまり。おお、ランタンだ。よしよしよし。戦闘が始まる前に敵をボコボコにぶちのめすことができる。連打か、連打ね。でもこれいいよね。もう一枚あってもさ、こんなにスタンス変わるんだから。集結、敵全体に12ダメージを与えてターンを終了する。これターン終了するのが嫌だから連打にします。ターンを無理やり終了するっていうのが嫌なんだよ。
人間の幸せってさ、あの自由度、お食事券だ。自由度が高ければ高いほど幸せに実感を覚えるんだから、何でもタイミングは自分で決めたい。お店に行ったら1ピック回復するので、お店に無理くり行くために一番右の道を選びます。よしよしよし、休憩休憩。36だからまだもうちょっと回復したいな。よしいいっす、骨付き肉だ。っていうことは次の戦闘の終わりに HP12 回復するってことですね。 HP が半分以下の時に勝手に回復してくれるが、じゃあイエスじゃない、エナジーも5あるじゃない。初手からさ、ボコボコにしていこうよ。あー、怒るカードがない、怒りてー。まあでもエナジーはアイスクリームの効果で次のターンまで持ち越せるので、このターンはエナジー余り起こそうかな。いや、ノーガードのうち殴っとくか。これで次のターンもエナジー5だ。先に後ろのなんかローブかぶっている陰キャから倒さないと。スマイト来た、怒るか、来い、よし来た来た来た、感触来た、感触来たから、まずは連打を使って手札からなくしとく。で感触を使って怒る。ですると連打が2枚来るから、1発2発殴る。で停止で怒ってる間だったら防御が2倍になってる。でスマイトを使ってまたボコる。で安らぎを使うとですね、平成のスタンスに入るので、また連打が来る。連打が来たら2回殴って後ろのやつを倒す。でさらにボーリングバッシュ、今更ボーリングバッシュか。まあでも使っとくか。で防御を使ってターンエンド、 OKOKOK。 強すぎる。連打は多分2枚がベストなんだろうね。3枚にすると増えすぎると思うから。感触きた、感触、感触きたが、まだ噴火を使って。強すぎでは、強すぎではこれ、連打、連打強すぎでは、やば強。第3の目、9ブロックやる戦術5。戦術全然使ってないんだよね。でもいらねえや、もうこのデッキは完成しておる。怒ってさ、連打してさ、で平成に戻ってまた連打して、怒って連打してを繰り返してさ、なんぼでも敵を殴ることができるじゃない。これ結構イエスですよ皆さん。歌今回は勝利したかもしれませんね。全てのストライクを削除して5枚噛みつきを獲得、最大 HP24% 失う。最大 HP24% 失う、やるやつおるけ。噛みつきってダメージ1個増えるだけでしょ。で HP2 回復するからといってさ、最大 HP ってめちゃくちゃ神よりも大事なものなんだよ。そんなもののためにわざわざどうして噛みつきを選ぶと思えるんだ、傲慢だよ。で雑魚敵が並んでますけど、こういう雑魚が並んでる形態が一番やりやすいんですって。なぜなら敵にとどめを刺した瞬間豚はエナジーを得ることができるから。ただし、ただし、しかし、これを見るとですね、ないですね、こう攻撃するカードが1枚もないっていうね。こんだけガン首揃えて、まあ、戦いの際かでスマイトを得ていって、あとは防御して祈ってターン終了。このなんか合計27ポイントダメージはそのままほとんどもそのまま食らうしかないのか。エナジーだって2余ってるし、あ負傷だ。ただ次のターンでもうほとんど全滅させることができると思うから。スマイト来たでしょ、スマイト来たので、一回ブチ切れます。運動のスタンスに入って、でこれスマイトで19ポイントのダメージじゃ倒しきれねえな。じゃあ困るじゃねえか。じゃあ、あこれか、脱力がついてるからか。とりあえず1匹倒さないと、1匹倒さないことには話にならない。洞察を使ってカードをさらに引いていく。連打が来たね、連打が来たから連打を使って、ストライクでちょうど1匹死ぬから、これでエナジーが1個手に入るし、カードだって1枚手に入る。でボーリングバッシュ、ボーリングバッシュは使っていきたい。怒っているうちにさ、殴っておきたい。でストライクを使う、 OK。 でこれで警戒を使うとスタンスが変更するので、連打が来る。連打の3ポイントで1匹倒すからエナジーが1手に入るので防御が来ました。じゃあこの防御を使うことによって13で完全にしのぎ切ることができますね。よし OK。 であとはもうこいつ自身はシャバいからさ、適当に怒って殴っておしまいよ。まずは連打を使って
でさらに噴火を使って怒るとカムバック連打、連打の連打、連打連打連打、連打連打連打でハッピーエンドってね。サービスカード削除サービスが費用が50ゴールドになる、かなり安ですね。剣の召喚、剣の召喚、抹殺の剣を1枚山札に加える、廃棄9ダメージを X 回与えるか、強いかこれ、強いのかこれは、え強いのこれ本当に、え強いか、ああーそういうことか、はあ、はあはあははあ、これ使ったターンには効果ないんだ、抹殺の剣を使った時に効果があるんだ、なるほどね。いやーエナジーアイスクリームでめちゃくちゃ貯めるタイプだしな、でも邪魔でしょこれあっても。学習プラスってかなりイエスですけど、パワーばっかり来てもちょっと困っちゃうから、これは無視かな。剣の召喚は結構イエスそうではあったけどね、イエスそうではあったってどういう表現なんだって感じだけど、そうあんまりね、困ったなこれ。困ったな、ストライクで2回ダメージ与えても大して減らないんだよな、ほら勝った、こっちノーガードだぜ。12ポイントそのまま食らっちゃうのか、ちょっと防御が弱いねこのウォッチャーちゃん、今気づいたけど、多分防御が初期のこの防御2枚のカード以外防御ないから、増やしていかなくちゃいけないのかな。ボーリングバッシュと停止、あー怒りのカードがあればイエスだったんですけど来ないですね怒りのカード、まあそういう引きはあるよな。よし連打が来た、連打が来たので、連打が来たからどうだって言うんだ、キノコビーストを瀕死の状態にしといて、いやもう倒しちゃうか、弱体入るけど、こいつの攻撃が 1.5 倍になるんでしょ、でも後ろのネズミの攻撃がなくなるから、まあプラマイちょっとマシだよね。来た連打が、であとは新人を使ってターン開始時マントラエルは、これはいらんかな、いらんな、うんいらんいらんいらん、マントラ得たところでよ、ギリ死なないから大丈夫、ギリ死なないけど、いつだって死は隣り合わせ。怒りのカード、これようやく来たか、感触か、感触で1回いいかってよっ、めちゃくちゃ殴る、で怒るとくるんだ、連打のカードがくるんだ、こんなにいっぱい連打連打連打でさ、しかもスマイトもスマイトして、オッケーオッケーオッケー、連打連打のスマイト、スマイトって戦法強すぎない、スピードポーションはいらない。収穫、次のターン開始時奇跡プラスを1枚手札に加える、このターンはこの効果は X ターン続く、あーなるほどね、めちゃくちゃ癖が強いカードだな。でも豚のデッキって正直ねそんなにねエナジー使うデッキではないんですよ、だからこれいらない。無の肩、体7ブロックを得てスタンスを解除する、これもいらんな、いやブロックいるのか、ブロックのカードが足りないからこれ持っとくか、ブロックカードね。でここでお食事券の効果で HP 勝手に回復してくれる、デッキ除去サービスも50に固定されてる、キメラつく分カードを廃棄するとき 50% 確率で廃棄ではなく捨て札に加える、これも結構イエスなんだよな。悪しきを恐れ、8ダメージを与えて敵が攻撃を予定している場合平成のスタンスに入る、はあ攻撃プラス平成か、ただ平成に入るカードよりもいいかもな、ていうか防御のカードが全然ないんだが、すべすべ1戦闘開始敏捷性1を得る、敏捷性1もまあイエスではあるんだけどね、豚のデッキの中に廃棄のカードあったっけな、紅葉だけか、紅葉が別に廃棄のままでいいと思うけどね、保留じゃあこの安らぎも廃棄のままでいいと思うけどね、とりあえずこれはカード除去サービスを使って
しょうもないストライクを1個捨てるか。しょうもないんだ。どうせスマイトがあるしね。ストライクを捨てる。で、お金は何ぼあってもいいから、どうしよっかな、これ。奇妙なスプーン買うか？奇妙なスプーン、後から役に立つような気もするんだよな。買っとくか、ここで。で、あとはもう、運命切り開きか。買うかな。7ダメージを与えてカードを1枚引く。カード1枚ガンガン引いていきたいもんね、結局は。で、ここでも休憩して HP を回復するから、ほぼ HP 全開なので、2面のボスぐらい、これ、首なしか。首なしレーザー野郎だね。首なしレーザー野郎ぐらい倒せると思う。ビームが怖いやつだよね、これ。戦いの参加と祈りを使って、マントラを得ていく。噴火。これ、捨てるカードを選ぶから、ストライクを捨てて、来たね、噴火。で、一回起こった状態でさ、2倍ダメージ与えていこうよ。与えられるうちに与えていこうよ。で、ターン終了。ミニオンズたちが来たね。で、これで、感触を使って、やべえ。平成になるカードがない。やば。とりあえず、爆発ポーション使って、もうこの戦闘で死ぬかもしれないので、アイテムを出し惜しみしてる場合ではない。1匹倒す。16ってダメージ出てる。やばい方を倒す。残り1匹34でしょ。発死32だからギリギリ死なないね。スマイトだったら26だからギリギリ死なないね。もったいねー。もったいないなー。前のやつ倒した方がいいか。いや、でも16ダメージそのまま食らうわけにいかんから、これはよっと後ろのやつ倒すしかないか。32と26で34のやつ倒すの、もったいな。じゃあ16食らった方がよくない？もったいな。えい、もういい、いい、いい、もったいなくてもいい。16もダメージが減るんだったら御の字でしょ。残り HP2 のやつにスマイトするんだぜ。もったいな。来た来た来た、洞察が来た。全然じゃん、全然平成に戻らないじゃん。ああ、これ28ポイントダメージ与えてくるのか。今のうちにこいつぶん殴っとくか。新人なくなるけど全然問題なし。問題なしか、果たして。で、連打が来たから、ようやく来た。感触も連打も来ている。まず連打でさ、14ダメージと26ダメージで合計40だから、ギリこいつ死なないか。めんどくせえな。ボーリングバッシュ使うと、16ダメージかける2で32ポイントダメージ。じゃあこっち使って、残り HP 10だね。で、連打を使う。お、新人が来た。で、さらに敵にとどめを刺したのにエナジープラス1入れてカード1枚引く。で、スマイトを使って、で、ここで警戒を、いや、じゃなかった、あ、警戒でいいや。警戒を使って8ブロックを得て平成のスタンスに入る。これをすると連打が元に戻ってくると。だから連打を2回攻撃することができて、で、ここでまた感触を使うとですね、怒り狂ってまた連打が来るから、連打連打連打作戦が使える。敵が攻撃を予定してるわけではないので、ここで無の型を使って怒りを解いておこうかなと思ったんですけど、残っているカードの中に安らぎがあるので、わざわざここで怒りを解く必要はないですね。なので、このままターンエンド。めっちゃ強いな、この情緒不安定デッキ。感触が強いね、感触が。連打が来たからさ、もう怒ってる状態なので連打をして、で、さらにスマイトで大ダメージを与えて、で、運命切り開きを使って16ダメージを与えてカード1枚引けるので、これはストライクを捨てて、ボーリングバ、まあまあまあ捨てる必要ないか。
ボーリングバッシュを引く。でボーリングバッシュで殴っていって、でこれで安らぎを得て怒り状態を解くじゃない。でこの状態で、連打が来るので連打を使って一発ダメージを与えて、でここで紅葉を使うとブチ切れるので連打がまた返ってくる。で連打をまた使う。でここで無の肩拳を使うと7ブロックを得てスタンスを解除するので怒らなくなる。いや感触使った後の方がいいか。感触を使って、で無の肩拳を使うと、無の肩体を使うとこれもんのこれよ。やばいな、ビーム打つ前に倒せるじゃんこいつ。今までで一番余裕かも。スマイト来た、で怒りも来たから、あマントラ来た、マントラ、マントラちょっと足りないか。怒って連打連打作戦でいこうよ。反射使って、よしよし、強っ強っ。えこんな強かったんだ連打って。もう2面のボス倒しちゃった。ラグナロク5ダメージをランダムな敵に5回与える、エナジー3か。これでも怒ってる状態だったら合計50ダメージ与えられるんだよね。でサトリ開いてる状態だったら75ダメージか。冒涜神聖のスタンスに入る、次のターンあなたは死ぬ。これもね廃棄か保留か。これ冒涜を使ったら雑魚戦がかなりね安定するんだよね。これ引いた瞬間にさ、これ使って敵一掃すればいいから。であとこのグレブリンの角笛で敵を倒すとエナジー1を得てカード1枚引くっていうのがあるから、この冒涜をうまく使うことによってソリティアみたいに敵倒せるかも。賢者の石、ターン開始時エナジー 1L、 戦闘開始時全ての敵は筋力1、空っぽの檻、獲得時2枚のカードをデッキから削除か。空っぽの檻かな、いらないカードが増えてきた。ストライクだな、ストライクと防御1枚ずついらなくって、うん、エナジーを1増やすよりもエナジーが増えるパターン多すぎるから、空っぽの檻でいらないカードを2枚消した方が良さそうに思える。で消すのであれば面白みのないこのストライクと防御を消して、これ結構大胆な選択をしたように思います。豚は正しかったんでしょうか、皆さんどう思いますか。エナジーをさ1増やすっていう選択肢があったにもかかわらず、まあでも筋力1増えるかな、敵カード2枚減らしました。結構でも細かくまとまっ小さくまとまってると思うんですけどね。あとよくを言うならこの新人と祈りいらんかな。でも一回新人を使っちゃえばさ長期戦だとかなり有利になるんですね、マントラ2を得るから。でマントラで悟りを開いてる状態でもやっぱりさこの連打は来るわけですよ。である程度マントラで暴れ回った後でこの噴火とかで怒った状態になったらまた連打が来てみたいな感じのことができるので結構ありでは。どうなんでしょうか、結構難しいですね。まあでもまた捨て札が捨てられる機会やったら今度はストライク捨てようかな。もうどん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 ブラッシュアップしていこうよ。というわけでちょっと今回は長くなっちゃったけど、これねタイムイーターかボス、これね普通に心臓倒せると思うんですよね今回こそ。皆さんお待たせしました、トード豚がスレイズスパイアクリアする日が来ましたってね。お店に行きたいのでハテナの道をこう行ってこう行こうかな。であとはまたお店があるので、もうお店なんて多い方がいいですから、デッキからカード除去できるのでいいですね。あとねこれ奇妙なスプーンがあるので、この冒涜1回しか使えないから廃棄せずとも意味ないか。まあまあ冒涜もうまく使ってね雑魚敵も軽く転がしていこうと思います。今回ね普通に豚全ての選択肢いいような気がする、いいのを選んでる気がするし、で結構ね当たりも多い気がする。レリック特にこのアイスクリームとグレムリンの角笛ね、エナジー長者ではあるから超高いエナジー使うけれども超強い攻撃とか入れちゃってもいいかもね。この連打もう一つアップグレードしたいのがちょっと惜しいところではあるんだけどね。いやいかがだったでしょうか皆さん。ちょっと後半
疲れてきて無口になってしまったかもしれないが、それは決して怒ってるわけじゃなくて疲れてきたからですよって。それでは次回もこの時間にお会いしましょう。紅花豚男でした。おやすみなさい。バイバイ。